これが姉川の合戦の、まあ、説明看板になりますね。元亀元年6月28日1570年6月28日浅井長政朝倉景武の連合軍と織田信長徳川家康の連合軍が長浜市を流れる姉川の両岸に布陣し合戦を展開されたそうなんですね。浅井軍8000人朝倉軍1万人で対する織田軍2万3000人徳川軍6000人で午前5時に始まり午後2時に終わったとされています。なんか結構長めで大人数でなんかたくさんの方が亡くなられてるような雰囲気がありますよね。なんかこのなんかこう土地の感じとは裏腹にものすごい人数の兵士が集まってきたっていうことだけが数分かると思います。こんな地元でそんなに大人数の方がね大昔に戦われていたなんてなんかちょっとなんかやたら今日ねなんか後ろが気になりますよね。怖いですけど、じゃあちょっとあっちの方も行ってみましょう。はい、はい、うん、怖いな。はあ、両軍の戦いで最も有名なのが朝倉軍の武将で約160センチの大太刀を振るって奮闘した曲十郎左衛門直隆の討ち死だそうなんですけど、160センチってすごいですね。ねえ、刀を持って私身長ね160センチぐらいなんですよ。だから多分これぐらいこのサイズの刀を持ってすごいそう戦ったっていうのがここの看板にそこにデプリテカがあるんですけど、ほうほうほう、はい、すごいパワーな感じがしますね。怖、ね、の方ですか。こんにちは、お邪魔してます。あ、先ほどあそこに乗っておられたあの曲十郎左衛門直隆さん、あ、ですよね、コスプレされてる方ですか。すごいですね、こんなに暑いのに。あ、どうぞどうぞどうぞ。すごい、触ってみてもいいですか。リアル、すごい、その矢もリアル。うわー、すごいリアルですね。あ、すごい長い太刀、私160センチあるんですよ。一緒、すごい、これもすごいなぁ。ちょっとお話をお伺いしてもいいですか。え、ちょっとどこ行かれるんですか。ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと早いな、もうちょっと待ってください。